トップスは鉄道システムの保有する鉄道車両を管理するコンピュータシステムであるサザンパシフィック鉄道で開発されたこのシステムは広く販売されイギリス国鉄が採用したことで広く知られている1960年代初頭技術への取り組みで一歩先んじていたサザンパシフィック鉄道は総合運行管理コンピュータシステムを開発し トータルオペレーションズプロセッシングシステムの頭文字を取ってトップスと命名した。その開発意図は、鉄道車両に関わる保守履歴、車両配置、運行記録といったすべての書類をコンピュータ上の情報に置き換え、保守部門の操作端末から常時データ更新することにあった。紙ベースではこれら情報の追跡、更新、検索いずれも困難であり、電話でやり取りするしかなかった。 コンピュータ化により、鉄道資産の管理と有効活用が容易になった。システムを他の鉄道会社に売るのが開発コストを転嫁する方法の一つであるのはもちろんであり、サザンパシフィック鉄道もそうしたに過ぎない。アメリカの少なからざる鉄道会社が世界中の多くの鉄道会社同様にこのシステムを購入した。1960年代後半、イギリス国鉄は合理化策の調査で、 トップスがカナダ国鉄で使われているのを知り、ソースコードごとシステムを購入して、序に実装していった。当時、イギリス政府は国営企業に対してイギリス製品を購入させるバイブリティッシュ政策で臨んでおり、トップスの運用に必要な IBM360 メインフレームの購入にはヒース内閣の承認が必要だった。トップスの導入により従来の形式、 車両番号の付与体系を変更する必要が生じた。蒸気機関車には5桁までの数字が、ディーゼル機関車と電気機関車には、それぞれ D、E で始まる4桁の番号がそれぞれ独立した体系で付与されたため、蒸気、ディーゼル、電気と最大3両の機関車が同じ数字で重複する可能性があった。トップスは数字以外の文字列で車両を区別できないため、各車両に 数字だけの識別符号を重複なく付与する形に変更することとなった。ブラッシュトラクション2型機関車、トップスでは31系、電気暖房を搭載する派生形式31、4型の初言表記、トップスで必要とされたのは番号の連続性だけだったが、改版の際にもない白っ桁のトップス番号を2つの部分に分けて付番する方式が採用された。 1>, 1形式で線量を超えるものはなかったので、下3桁は個々の形式の車両を。編成番号が001から999まで、また上位2内し3桁が形式番号として、機関車及び電車、機動車の形式単位で付与された。桁の分割を強調するために47、47401のように空白を挟んで書かれることが多いが、トップスの内部処理では空白を含まず、 システムでの表示も47,401となる。番台区分に当たる派生形式をスラッシュに派生形式番号を置く慣例もトップスの制約に縛られず、用いられ、例として47型の派生形式47、4型は47,401から始まる番号が付与される。派生形式中の両数が99両を超える場合には100以上の番号も付与され、 200両以上からなる47、4型の場合、47、5型と47、6型を飛ばして、47、7系の47、701から始まる。しかし、158、0型は158、701から始まるといった、例外はある。機関車には01から98、船舶に99、機動車に100から299、 電車には300から599が900番台は電車、機動車タイプの事業用車に割り当てられている。詳細は以下の通り。さらなる詳細はイギリス鉄道の機関車、電車、機動車の車両形式を参照。イギリス国鉄民営化後はディーゼル機関車に70番台を付与して70型が2008年に登場したほか700番台が ェムズリンク用の電車700型に800番台が都市間高速鉄道計画による高速車両800系、801型に付与されているなどの変化が見られる。客車及び電車、機動車には1980年代初頭からは機関車と重複する番号の割り当ては禁じられたが、それ以前は番号の前の文字符号も含めて扱われていたため重複があり得る。 詳細は、イギリスの客車、貨車の車両番号を参照のこと。機関車には1972年からトップス番号が割り振られたが、電車及び機動車への適用は遅れた。52型など、廃車予定の形式では、トップス番号付与後も1970年代、遅くまで、従来の D を前置した番号で運用されていたものもある。トップスの導入から数十年が経過すると、 システムの陳腐化が目立つようになった。メインフレームとテキスト端末の組み合わせ、コマンドベースの設計は不親切なもので操作ミスも発生しやすい。加えてトップスは独自のプログラミング言語トップストランで書かれており、保守要員のプログラマの訓練が暇しに困難になっている。イギリス国鉄の分割民営化もトップスにとっては深刻な問題である。 トップスはそもそも分割民営化を想定して設計されてはいない上に必要な情報更新を怠っている列車運行会社もあるからであるトップスを活用しより使いやすいユーザーインターフェースを追加実装しようというトップス2000計画があるトップス以外にもトラストやジーニアスといったシステムが並立しているがいずれもトップスの代替には至っていないトップスの典型的な出力例として ウィンズフォード近くのオーバーファートンから、レディング西分岐点へ向かう、25両編成の貨物列車の場合を示す、計38 3 8 3 4 0 0千八百2 8 37, 22, 10, 86, U, 3 7 2 2 1 0 86U483ONN199 バイコ、トレーンインクワイリーレスポンス437、Z380、22トファ9キロジュール、 アクチュアルトレーン ID377Z38022 ブクト 7Z380 テップオーバーオー152022ニアワーズ20ミンズレートフォーリーズン LCATB セクター5ロコ25901ロコ 2590825LDS レイマティス888タンズ 799TFT418 ポテンシャルバックブレーキフォース ステーションコンシスト、アレンジデプ、LDS、マティススケジュール、37,015オーバー o 1 5 2 0零2 5 0 0 7万1 2 1 2 65,700ベスコテット NRP1707A1709L2500、74,260リーディングウェッジデリテール2 0 0 7二2 5 0 0エンド、ありがとうございます。